はいどうもお疲れ様でございます。本日のリップル XRP のニュースです。まず価格のおさらいから入っていこうかと思いますけども、えー、コインゲッコの中で、 まあまああの上昇傾向があるコインとそうではなくて赤いグラフになっているコインとが分かれてますけどもここはそんなに問題ではないですよねあ一つ注目したいのはリップルが非常に安定した推移を見せているよねってことです70円台に入ってからもう動かなくなりましたんで一応ねここからね40円台とか50円台になることは急にはないなというところでですねでえっとリップルだけに注目してみますと XRP の価格は現在 落ちたと言え71円ということですよね。まあ、ここからまた堅調に推移してぐんぐんと価格を伸ばしていくんだろうなというふうにえ思っております。えっ、ー、と、繰り返しますけども、テクニカル的な根拠はありません。ただこれファンダメンタルですよね、番号通貨ってのは。訴訟が明けて勝訴に行きそうだという、まあそういうふうなね、マーケットの思惑、思い込みがこの価格を維持しているんだと思いますし、実際に100円とかね、 150円とか200円とかっていうのが、まあ見えてきてるんじゃないかなと思います。なんかこれも、ね、見えてるっていうふうに思ってるだけですからね。じゃあ、テクニカル的な根拠があるかっていうと、非常にそれは薄いです。FX 的な要素で見ていると、あんまり根拠っぽいことは言えないよねっていうところですけども。まあでもね、逆に言うと、これが、えー、40円とか50円に下落していく要素も、まあ皆無なわけですよ。 訴訟に負けたからといって XRP のね立ち位置が非常に悪くなるかっていうとそんなことはないですからね。うんただ訴訟があうまくいくと今度はそのステーブルコインのね、えー、通貨として、えー、アメリカの方でも採用されるまあ、可能性があるというねまあ、そういうよな希望が待ってますんで。 XRP につきましてはリップルにつきましては多くの国でねスーに代わる決済手段として今承認が取られているっていうのはねご存知だと思いますんでこの x r p リップルに対しての信頼っていうのはむちゃくちゃ厚いわけですよ、うん、だからそれが今回の SEC 裁判でどういうふうに確定するかってことになりますけどもおそらく XRP は勝利するんではないかなってところですよねはいそしてですねちょっと動画の方を見ていただきたいんですけども これが何を意味してるか分かりますかねはい。あの、XRP のね、トランザクションがむちゃくちゃ上がってきたということと、あとそれがですね、まあ、日本に偏ってるってことを示しているマーケットの動画になります。まあ、ちょっとね、見てるとかっこいいですよね。リップルがいい感じになってそうだっていうふうに <laughs> なんとなく感じるところではありますけども、まあ、このスタイルをお見せしたくてやってるわけではないんですよ。じゃあ次の画像を見ていただきたいと思います。 はい、こういういになってますね先ほどのお図をですね数値化したのがこちらなんですけども、えー、どうですかね BTC16 ダッシュ 10eSalium16BHA、えーまあ、が24でライトコイン56の中で XRP って極端にトランザクション上がってるでしょトランザクションつまり出来高があるっていうことはどういうことかってことですよ まあ上にも下にも跳ねやすいですけども今回はあやっぱり訴訟が明けるということによってのトランザクションの増加だと思いますのでこれがですね訴訟が明けて勝利しましたってことになるとドカーンと上昇にブレークするんではないかなっていうふうに考えられるってことになります。 はい。じゃあね、これからもリップに期待しながらワクワクして見ていきましょう。で、えっ、ー、と、前回の動画でもお話しましたけども、90円とか100円あたりまでは全然会話じゃないですか。あの、買っといていいんじゃないですか。あの、40円台とか50円台で買えなかった人がもう手遅れですよねって思う必要は全くなくって、このドランザクションを見ていただいてもわかるように、うん、まああの、あんまり煽ることを言ってもあれですけどもね、私の感覚ではですよ。私の勘ではですね、 このお1年でも100円をつけた時はあったわけですよ過去1年でもそしてリップルの最高値は400円前後でした、まあ、400円を超えるかどうかってのはねまたあの空想上の話になりますけども一応400円が天井ですからまだまだ伸びる余地はありますんでここから4倍5倍とかね4倍5倍とかありえるんじゃないですかはいえそういうふうに見ておりますじゃあお疲れ様です